40代は要注意、メタボより怖い、サルコペニア変異。あの、サルコペニア変異、変異は今の現象、筋肉が減少することで、いろんな不具合が出たりするということが、あの今、週刊誌とかテレビで話題ですけど、じゃあ、その、対象策は何なのかというと、やっぱり体を動かすことを筋肉を作ることですね。J28 スタジオ、あ、そうだ、ジン教授です。J28 スタジオでは、あのアンチエイジングダンスということで40代以上の方の歓迎のボールがたくさんあります。フロアバレー、リンパヨガ、そしてアンチエイジングベリーダンス、アンチエイジングジャズバレー、あのダンス経験は不必要ですし、あのダンス経験なくても体を動かすことで体に筋肉をつけていこうじゃないかということで、いろんなことがあるのでぜひあのチェックしてみてください。遅すぎるということはありません。40代以上歓迎、ジン・ヒロシの J28 スタジオ、チェックしてくださいね。一緒にやりましょう。では。